どうもこんばんは。今ちょっと夕方でこんにちはなんですけど、梅ちゃんです。今日ちょっと3曲ぐらい、さっきちょっとライブで試してみたんですけど、なんか電波が悪いみたいで途中で途切れたんで、今日ちょっと時間がないので、3曲ぐらいできたら聴いていただければと思います。お願いします。車でかけてこキャラメル気分で弾けるリズムで気になるラジオは BBC 海岸伝いにマゼラン祭りだ。カモメは美容師メリケンハトパでなぜかそわそわして水着でフルスピード松原ではすぐにキュールカニとベーコンハニーカンで行こう。あまりにも絵になりそうな魅力的な長いハッピービーチ渚へ行こう。乗り込んで行こう。リズムが弾けて恋するありがとうございました。なぎさにまつわるエトセトラパフィー皆さんのカバーでした。続いてあと2曲お送りしたいんですけど、今回ライブを今日行おうと思ったのは、僕がこちらのグループに参加してから、今年の秋で1年ぐらいになるんですけど、本当はもうちょっと早めにライブとかライブの、配信投稿挑戦してみたかったんですけど、なかなかちょっとそういう風にならなくて、今日っていうか、最近こういうのやっていった方がいいなっていうのはすごく要はまとまらないからライブ投稿しないとか、恥ずかしいから投稿しないとか、いろいろあると思うんですけど、やらないとどういうまとまり方になるのかわからないっていうのもありますよね。だし、ガズレレさんのこちらのグループでもライブ配信で聞いていただけるような人になりたいなっていうのがあるので、ちょっとライブをしようと思いました。だけどちょっと今日はちょっと電波が2回ぐらい途切れちゃったんで、ロングのちょっと長めの3曲っていうので挑戦したいと思います。じゃあ2曲目です、
お願いします。したかったんで、お昼休みにどれがいいかなと思ってちょっと開いておいたんですけど、やっぱり開いておいてもぐちゃぐちゃになっちゃいますね。それぐらいやっぱり準備って大事なんですね。勉強になります。じゃあ最後は少々お待ちください。では、加山雄三さんの君といつまでもお送りします。今日はありがとうございました。ちょっと眩しいのでサングラスかけさせてもらいました。じゃあ最後の曲よろしくお願いします。輝き
恋するこの胸は炎と燃えている。大空染めてゆく夕日色褪せてる。君はそよ風に髪をなびかせて優しくこの僕のしとねにしておくれ。今日はありがとうございました。